咲島平たクワガタ島平たクワガタは、クワガタ虫か、平たクワガタの一アッシュ。八重山列島に分布し、日本に生息する平たクワガタのアッシュとしては最も大型になるものの一つ。21世紀以降、本来は生息するはずのない本州でも確認されており、遺伝子汚染や生態系への影響など、っぱなし虫による問題が深刻化している。 体長は、オスが28から79ミリメートル、メスが25から30ミリメートル、飼育下の最大オスは84.2ミ、mm、リメートル日本の平田クワガタとしては非常に大型になり、飼育下では84.2ミ、mm、リメートルの個体が出ている。体幅が太く、体格面でも日本のクワガタムシでは最大級となる。大顎は太く、第一内場は大顎の中間あたりにある。 大顎の先端と第一内場の間には小型の内歯が複数並び弱いノコギリ状となる。小型個体では内歯は発達しない。先端歯はあまり発達しない。頭立てがやや幅広い。後足のすねの側面のトゲが発達する。原サイ、ドーカスティターナスサキシメイニスノムラ、1964? 徒歩学法ナンバーワン4 P、P62 から63。 PLI, FIX, 1>, 1から3、石垣島、竹富島、小浜島、黒島、新城島、西表島、鳩島島、与那国島先島諸島の中でも特に、八重山列島と呼ばれる地域に生息する。生息する島によって形態に、若干の差異が見られるとされる。紅葉樹の森林に生息し、生息地では、個体数が多く、成虫は夜行性であり、 活動期のピークは4月から11月で、樹液や糖化に多くの個体が見られるほか、糖期でも少数の個体が活動する。幼虫は、紅葉樹の立ち枯れの地中部分や倒木などの朽木の中で生活し、その朽木を食べて育つ。飼育は容易。繁殖力が強く、成長も比較的早い。幼虫は、マット飼育、金種瓶飼育のどちらにも適応し、また、 大クワガタなどと違い、マットシークでも大型の個体が浮かする。個体数が多く繁殖力も強いため、採集、購入ともに多いであり、平田クワガタの入門種として進められる。また市場に出回っているほとんどが、石垣島産で、西表島産はあまり出回らない。柿島孝一、関東近郊における移入クワガタ虫採集の実例、昆虫と、 自然第37巻を2002年11から14ページ。野村、シズム、サムニューフォームズ・オブ・ザ・スキャロバウイデア・フロム・ザ・ルー、チュー・アイランズツー。ドホガクホ十14、62から70。ありがとうございます。